こんばんは。ここは新潟県新潟市バンダイフト。今日は2019年8月の7日です。今日の旅は新潟で終わる予定でしたが、予算が大幅に余っており、これをどのように使うかいろいろ考えていました。この旅の趣旨に、ただホテルに泊まって豪華にするとか、タクシーを利用するとか、ちょっといい食事をするとか、そういったものはちょっと合わないかと思います。ですから旅自体を充実させるために、ちょっと変わり種の目的地を急遽組むことにしました。次の目的地は佐渡島、新潟県佐渡市です。今回は急の乗船ですので、いつもとは違って1日の一番最初ではなく、今回の新潟本土から佐渡島までの一連の行程について皆さんにご紹介します。ここ新潟万代桟橋から佐渡汽船おけさ丸に乗り、今夜22時に佐渡島両津港に到着をする予定です。その後両津港から夜のうちにバスで移動し、佐渡島の中心部に宿泊。なんと佐渡島にはネットカフェがあるので安く泊まることができるのです。そしてその後明日の朝、佐渡金山などを見て回る予定です。最終的には佐渡金山から別の港、小木港というところへ行き、新潟県の本土直江津へ戻ります。ですからもう一度新潟へ戻ってくることはありません。よろしくお願いいたします。出港のドラも鳴っているところです。視聴者の皆さんに多数の再生をしていただいているおかげで、予算がですね、今今日の時点で15,030円、5000円ほど超過しております。さらに今日の予算も17,000円もいただいてしまい、使い切ることは元々の予定では、ありませんでした。今回の佐渡を、訪れる、これでですね、お金をガンガン使いましたんで、今日は赤字になりますが、明日の分のお金などもすでに使っていますので、明日はそんなに大きな赤字はまた出さないものと見込んでいます。佐渡汽船ではあさって8月の10日から10日間ほどだったと思いますが、新潟2時50分発、両津5時20分着という深夜便を運行します。それを利用すれば宿泊費もかなり浮かすことができたんですが、残念ながら今日はまだ運行の期間外。それでも佐渡にネットカフェがあるということを知ることができたので大きな収穫です。ネットカフェはバスで40分ほど行ったところ、全然両津港港の近くにはありませんが、しかしそれでもそんな時間でもね、バスはちゃんと出ておりまして、夜の10時に両津港に着いた後でもちゃんと運んでくれることになっています。向こうに見えるのは新潟市のシンボル、万代橋。万代橋は信濃川に架かる橋で、あの橋を越えるともう日本海です。日本で一番長い信濃川、長野県に入ると千曲川。明日は長野方面に向かう予定です。まあ、ちょうどぐるっと向きを変えて、いよいよ本格的に海らしい海に出るところです。ここにこんな看板がついています。この航路は国道350号線です。私が今日通るルート、新潟から両津港、そして、佐渡の中をこうずっと通ってですね、そしてまた直江津へ戻ってくる、この一連のルートは、全て国道として指定されています。ポケモンのゲームやってるとね、あの南蛮水道とか出てきますけれど、でも海にこういう国道の指定をする必要は本来はないのですが、海にこのようにやる理由は、将来ここが道路として整備されることを願ってとか縁起とか、なんかそういう意味がどうもあるようです。ごめんなさい、これ調べてみたらですね、もっともっと面白い歴史によるものでした。新潟と直江津を結んでいる国道というのが溝なんだそうです。佐渡にカーフェリーが就航して自動車が多く入るようになった後、佐渡の頃最も主要なこの道路はかなり混雑したそうです。そこで国のお金でもってこれを整備できないかということになったんですが、国道というのは本来主要な町と主要な町を連絡する道路という、定義になっておりまして、この佐渡の両津港とそれから小木の、まあ、今日私が通るこのルートはですね、さすがに、主要な道ではない、大きな町と大きな町を結ぶような道ではない、だからこれじゃダメじゃないか、ここで登場した田中角栄先生、じゃあ新潟港とそれから、この直江津港を結ぶ2つの両都市を結ぶ国道にすればいいね、それでなんと話が通ったそうです。すごい話ですね。田中角栄は他にも上越新幹線の浦佐駅の建設にもいろいろとなんか効果というかね、なんかいろいろ配慮というか、こう分かります、力を発揮したんじゃないかとか、そういう話もあります。
私が佐渡島へ行くのは今度が2度目です。両津港は港があるところ、まあそんなイメージ。この近くには時の森公園というのがあって、本当に野生の鯉を、鯉じゃない、時を簡単に見ることができます。この辺りがおそらくは佐渡市の中心部、市役所もこの辺りにあるはずです。佐渡空港というのはここにありますが、しかし現在飛行機は全く運航されていません。佐渡はもともと江戸時代、金が取れるということが判明してから江戸幕府の重要な財源になっていたところでした。そういうわけで佐渡金山、明日はここを見に行こうと思っています。その後は島南部の小木港、ここから南へ高速カーフェリー急行線で直江津までは1時間40分と書いてあります。さて、もう着きますんで、ゴミを捨てて、今日もいっぱい飲み物を消費してしまいました。その分だけお金はかかります。動画も再生数は好調ですが、しかし昨日ほどは良くなく、また一昨日と同水準に少し落ちてきており、この先どうなるか少し不安になる数値でもあります。佐渡島両津港に到着しました。あそこに泊まっているのは高速の水中浴船ジェットフォイル、新潟行きの特急に使う船です。運賃は3倍ぐらいかかります。自動車の出入りも本当に数多くあります。佐渡汽船はこういう地方の航路を持つ船会社としてはかなり珍しく、完全に黒字での営業をしているのです。赤字の路線を持ってるんですけどね、 JR 東日本みたいなもんですかね。本土とは比べ物にならない涼しさ。最終のバスは2台体制なのかな。嫌な予感がしたんで確認してみましたけどね、やっぱり間違ったバスに乗せた。2分の1の確率で間違ったバスに乗ったわけですけども、2分の1を引きました。目的地はね、ここなんですが、自由空間って書いてあるところね、まあ、現在地はここでして、この国道を通っているところが本線で、南線というバスもあって、両方とも22時7分発なのでした。まあ、最終的にこの自由空間から1キロぐらいのところに行ってくれるので、まあ、問題が全く、なくはないけど、まあいいんですけど、でもね、ちょっと気分は良くないよな。まあでもね、1キロぐらい歩けばもうすぐに埋め合わせが効く程度の間違いですよ。よかったこの程度ですんで。雪国緑茶、これは村上の名物。村上はお茶の栽培の北限なんだそうですけれど、今日乗ったキラキラ雨越号で視聴者の方が気を利かせて持ってきてくださったのです。しかし夜の外の景色を見てると、ずっとなんだかんだ建物があって、ものすごく歩くのが心細そうな道ではないですね。スーパーウェルシアもこの時間までちゃんとやっています。そしてこちらは計らずも私が村上で買って食べ忘れていた瀬波温泉の温泉まんじゅう。ちなみに今始発の停留所を出て、もうものすごいスピードでずっと走り続けて30分が経つんですが、運賃は一番高いところ、私の乗ったところでも600、今上がりまして10円、安いですよね。すごく安く設定してくれているんだと思います。なんとここは新潟交通佐渡という、あの新潟市のバスと同じところでした。私が最後の降車客。ちなみに今向かっているネットカフェ、自由空間佐渡店なんですけど、佐渡島民以外の人はですね、割増料金みたいなの取られるらしいんですね。そんなネットカフェ初めて見たんですが、不思議ですね。多分佐渡に出店するにあたっていろいろと手間もかかるだろうから、その分の手間を当該から来た宿泊客的なね、私みたいな人に負担してもらおうって、そういう考えなんですかね。ここはナイトパック、普通は夜の場合安くなるんですけど、そういう料金設定がないみたいなんですよ。普通とちょっと違うなと思って、もしかして24時間営業じゃないとかあるんじゃないかなとも調べたんですけど、ちゃんと24時間でした。前に新潟のネットカフェでひどい目に遭ったことがあるので、今回は入念に調査したんでね、そんな心配はしてませんでしたよ。ここだけ異様な明るさです。へえ、佐渡島にもあるんだな、びっくりですよ。ちなみに前にはもう1店舗別のところにあったらしいんですけど、両津港のねフェリー乗り場の目の前にあったらしいんですが、もうなんかそれはやめてしまったらしいですね。結構そういうの多いです。それじゃあ明日はこの、自由空間から始めますんで、よろしくお願いします。引き続き動画をお楽しみください。で、おはようございます。あのですね、めちゃくちゃお金かかりました。もう2900円もかかってしまった。これはまずい。今日再生がちょっと減っててね。
バスを降りました。こちら相川町役場ではありません。現在は佐渡市相川市長ということになってます。相川というのは、江戸時代にですね、佐渡奉行所が置かれたところでして、ここが江戸時代の佐渡では一番中心だったんですね。おお、ちょうど目の前に立派な煙突があります。まあこれは多分明治時代のものでしょうけれど、この佐渡島、もともとは上杉氏の領地だったそうですが、関ヶ原の戦いで上杉が西軍につきまして、その後は徳川家のものになりました。江戸時代もずっと幕府直轄地として使われていました。1600年に関ヶ原の戦い、ちょうどその翌年からですね、金が本格的に見つかり始めて金山としての開発が進んだんだそうです。こんな徳川家のものになった翌年からね、いきなり金が大判小判ザックザクというのは、そんな虫のいい話あるのかと思うんですけど、一応ね、あの戦国時代ぐらいから、出ていたらしいという話ではあります。でその時この相川に奉行所が置かれ、ここを金山の開発の拠点にしようということで、大量の人も移り住んできました。大規模な町になったこの相川は、現在でもかなりこのように家がぎっしりと詰まっています。本当であればその金山までバスが行ってくれるんですが、朝の早い時間は行きませんので歩いていく必要があります。でもここも国の伝統的史なんとか景観みたいな感じでですね、よく言われてるやつですけれど、歩いているだけでも見応えのある地区ですので、これはこれでいいんじゃないかな。なるほど、これはもうこの辺りを歩くだけでも十分楽しい観光地だ。ここは町の駐車場の裏手なんですけど、こんな風に谷間になってまして、見るとね、巨大な廃墟があります。これ大きな水槽みたいなものがありますよね。これは選鉱場と呼ばれる場所の跡だそうです。佐渡金山は現在営業していません。いくら掘っても費用の方が収益よりかかってしまうということで、赤字ばっかりなのでやる意味がないと、現在は観光用の営業しかしていないそうです。しかし元々はこういう風に割と新しい設備で、様々、金銀などを掘っていたわけですが、ここはですね、この中に水を、多分これだと思うんですが、水を張って、そこに油を混ぜて、で岩とそれから、金属の、成分をより分けていた、そういう場所だそうです。そこにも穴ぼこが開いてますし、奥にもまた何かね、意味ありげな施設がありますけれど、金属ってのは油と全般的に馴染みやすい性質があるんだそうで、金属の破片とそれから、岩の破片とそれでいるものだけ取り出したいというときは、油と水を混ぜてわちゃっちゃーとこうかき混ぜると、油とですね、一緒にくっついて金属部分だけは浮き上がってきて、それを拾えば簡単に、岩と金属の粉々の破片の中から金属必要なものだけを取り出すことができるんだそうです。面白そうなんですが、なんか近くまで立ち入ることは禁止だとかなんとか、そんな話もあります。ちょっとどうなってるかわからないんですけど、でも行けそうだよな、これ見た感じ。ともかくここから先へは行くことはできません。お、なんだこれ、これはレールですね。どう見てもレール、ただ鉄道車両、一般の JR とかの列車のレールとは違います。おそらくですが、佐渡金山の中で使っていた運搬用の軌道、そのレールをここで余ってるからこの柵用に転用したんでしょうね。関係者以外立ち入り禁止。お、いいねー、これはもう間違いなく自動車が作られる前からずっと使っていたトンネルですね。いつ作ったトンネルなんでしょうね。あ、でもなんかこれは鉄筋が入ってんのかな。コンクリート製ですから、そんなにめちゃくちゃ古いものではなさそうですけど、なんかもしかしたらあのトンネル掘った時普通に自動車あったんじゃないかなって気もしてきたんですが、まあ、ともかく佐渡金山がまだ普通に元気な頃に、その金山の方へアクセスするために作られたトンネルだというのは間違いないでしょう。これは何かな、どういうの割り戸が見えます。あれか、あれだね、 JR のパンフレットで見たことありますよ。山が V 字に割れてるやつ、これは佐渡金山のシンボルとして確かに有名なものです。すごいですよね、金山、ここに金がある、金があるから掘るぞってやってる間に山があんなに2つバカーンと割れてしまったっていうことでしょう。かつての金山へのアクセスがこのトンネルを使っていたのはもう言うまでもありませんが、おそらく江戸時代はこの川の下とか歩いてたんじゃないですかね、わかんないですけど、そういうところじゃないと道を最初は作れないでしょ。でもあれ掘り下ろすのも大変だと思いますけど、掘るたんびに一番上まで毎度登ってから下へ行くっていうのが、それが相当きついですよね。どれぐらいかけて掘ったんでしょう。あ、なんかぼーっと歩いたらこんなん出てきた。この先にはホッパーも続いてます。すごいすごい、これ佐渡金山っていうのがね、今の観光の文言ですけれども、ここに佐渡鉱山って書いてあって、んと思って見たらですね、脇に三菱のマーク、もともとは幕府がやっていた事業ですが、その後工部省に払い下げというか、明治政府になってからは工部省の管轄となり、その後最終的に官有物払い下げ事件とかで問題になったんじゃないのかなと思うんですけれども、三菱に払い下げの事業となったのでしたが、その三菱のね、このマークがここについてる、すごいな。
実は佐渡金山というのは割と最近まで営業しておりまして、平成元年に完全に閉山、事業停止ということになったんだそうですが、逆にそれまではこういう古いものもずっと使い続けてたっていうことですね。廃墟というよりは当時のまま時を止めているという感じです。30年ぐらいではまだね、そんなにとんでもないことにもならないのかなと思うんですが、逆光なのが惜しまれますね。あ、重要文化財を守るための修理をしています、だって。まあ、こんなこと言わなくてもわかると思うんですけど、別に山の中に金の延べ棒が埋まってるわけじゃないですから、石の中にね、こう、つぶ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 と、私もね、こう、鉱山に行って、鉱物を取るということはやったことがあるんですけども、つぶ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 ってこう、いっぱい入ってるんですよ。で、それをこう、石をバン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 砕いて、その中の、鉱物を取り出すということである。で、さっきのプールみたいなやつもまた使ったわけですけれど、あそこでね、ガンガン一回砕く作業をするんだそうですね、取れた岩から。で、その上にすごい高い構造になってるじゃないですか。上の方から、下の方にこう落とす位置エネルギーの力なんかもうまく使いながら効率よく壊していたとあそこには書いてありましたよ。この時期は8時からの営業、大変助かります。これ脇に、あ、冷たい風が出てきて、助かるな。これはですね、もともと、坑道だったわけですけれども、各地に坑道があり、うわ、冷たいどころか、もうなんか冷たいというか寒いぐらいだな。コースが2つあるということで、1つは江戸時代に手掘りで掘り進んだ道、もう1つは明治時代から平成元年の操業終了まで使われていた道。どっちを選べばいいか選びようがなかったので、共通券を買いました。バラで買うと900円ですが、共通では1400円です。実線の直線が実際の記録されている算出量で、でも本当はこの8000分ぐらいは算出されていたんじゃないかという推定値がこれです。まあ、その推定が正しいとすれば、江戸時代の最初の頃バーッと取った後は、しばらく低下傾向にあり、その後明治時代からまた機械などによって本格的な掘り方をして、昭和の中頃、昭和15年かな、初めの方ですね、そこで最大の算出を記録してですが、その後また低迷ということになっています。私のこのチャンネルを最初大きくするにあたって、お金の件でいろいろ工面してくださった神さんがですね、前に教えてくれたんですけども、金ってのはなんで値段が下がらないんですか、それはもうあんまり埋まってないからだよということで、金というのはそういうもうほとんど枯渇仕掛けているような資源なんだそうです。だから今出回っているものぐらいしかもうほとんど存在しないと思われるので、安全資産ということで投資などにも使われているということです。おー、すごいよくできてるな。これ何をやってる作業なんでしょうか。水で何かむちゃむちゃやってますけど、書いてあります。あ、これはね、ポンプだそうですね。地下水を汲み上げなきゃいけなかったらしいんですよ。相当水がどんどん掘るに従って出たとかで、まあ、青函トンネルと同じですが、それを人力で汲み上げていたんですね。ということはこれが止まると多分操業停止っていうかね、水没してしまうんじゃないかなと思うんで、三交代制か何かでものすごい勢いでやってたんですね。あ、ちなみにね、4時間交代だったそうですから、6交代制だったのかな。すごいな、今でも本当に水を汲み上げてるよ。これずっとやってるだけでこの仕事だったんですね。でもここ寒いですからね、この格好で大丈夫なのかな。私なんかワイシャツに下にこういうの着て、これでもまあまあ寒いんですけど、まあ、汗かいてるからっていうのもありますが、それでその脇っちょでこのように掘り進めていったわけですね。これを見ると女性も作業に参加していたようです。昨日笹川流れのところでね、崖だ、うわ崩れるとか言ってたわけですけれど、これを下まで降りていくんでしょう。大変なことですよ。佐渡は地質が頑丈なのでそう簡単には落盤しないらしいんですけど、でも崩れてしまうと大変なので、支保工っていうのかな、崩れないように支える作業も重要だったようです。でもちろん金というのは貴重なもの、それを掘ってるわけですので、それを不正に持ち出したりとかね、ここで使っている工具とか盗まれたりすることがないように、こういったチェックの係も必要だったみたい。そりゃそうですよね。今グラム3800いくらとかでしたっけ、ちゃんと私分かってませんけど、1グラムでもそんだけ価値があるものですから、1グラムの金でね、3キロぐらいまで長く伸ばすことができるそうですよ。だから金箔ソフトクリームとかね、金箔を浮かべたコーヒーとかよく売ってますけど、まあ、それってものすごい価値があるわけでもないんですよね。そう考えると金はそれだけ転生っていうんでしたっけ、長く、薄く伸ばすことができます。あそこでもまた人力でやってるわけですが、坑内の酸欠を防ぐために遠見というんですけど、あれ確かね、稲刈りかなんか、稲のなんかでも作業でも使ったと思うんですけれど、空気を送り込むためのポンプ、それもまた作業員がいます。こんなところにもお金入れてくれる人いるの、何がありがたいのかね。いや、面白い施設ですけど。レストステーション休息所って書いてあります。4時間ごとの交代制であった。
何も相手ない。これはね、相当待遇が良かったそうで、給料もめちゃくちゃ良かったという話です。うん、確かに辛そうな作業である一方、4時間の間にこういう休憩もあるってことなのかな。それとも4時間働いたらここで休憩してまた働くのか、まあ、分かりませんけど、こんな寒いところでもなかなか良さそうですね。この採掘は幕府直営でやってたわけではどうもないみたいで、公共事業、今と同じように、業者にですね、奉行所からの委託でやっていたそうなんですが、その時に奉行所から派遣された役人がちゃんと発注通り進んでいるかどうかを確認するための作業がこれ。なるほどね、照らしてくれてるところがあるけど、こんな風にキラキラしたものがいっぱいついていて、これを掘りながらある程度金の成分が濃くなったものをよりすぐって最終的な、まあ、金の素材にしていたんでしょう。外の熱く湿った空気がこの中で冷やされて雲になっています。あそこの縦縞の部分にはいい鉱物がたくさん含まれているらしいんですが、たまにラッキーでそういったものを発見すると、あ、やった、いいものが見つかったぞと言ってみんなでお祝いをしながら掘り進めるんだそうです。なかなか面白かった。これが今度は新しい方も見られるっていうんだから幸せですね。金の延べ棒、これ6000万円の価値があるそうです。ん？くっついてんじゃないのこれ。何も動かない。これ下手すると指を挟んで危ないな。少なくとも持ち上げることはできなさそうです。で、今度は明治時代から昭和、そして平成元年にかけて使われ続けたこっちの鉱山も見に行こうと思います。なるほど、分かりやすい鉱脈の出来方が書いてあるんですけど、こういう風にして鉱脈、金とか銀とかがいろいろ埋まっているエリアができているんですね。で、そこを掘って進めるからこそ、さっき見せたような山が2つに割れたような景色ができるわけですけれど、じゃあもともとこういう地下深くにある金とか銀とかがマグマによって溶かされて、それが熱水などの状態でこうビャーっとこう上にですね、何かの時にこう上がってきた時に、ここにこのような鉱脈が発生するんだということです。そしてそれに沿ってどんどん掘り進めれば取れるということになります。江戸時代には手掘りしかありませんでしたが、明治になるとこの間赤ビラで見たような縦坑というのを掘るようになって、垂直向きのエレベーターを使いながら脇に掘り進めるというやり方でした。地下の坑道のその長さ全部足すと400キロになったんだそうです。温度が年間を通じて10度程度と一定ですから、お酒の貯蔵庫にも適してるんですね。新潟名物の日本酒を多く置いているようです。で、その下2本敷いてあります。これがレール。さっきもね、あのレールがあるという話しましたけど、トロッコで持って人力ではなく割と水平に手軽に運搬してたんですね。壁もコンクリートが打設されています。上も通信用のケーブルなのかな。炭鉱ではありませんけれど、多分火災を恐れてのことなのか、熱を使わない、燃料を使わない蓄電池式、充電式の機関車でもってトロッコを引っ張っていたようです。積まれているのはもちろん取り出した鉱山、鉱物が入っている石、それから排石、ズリ、これはもう皆さんも毎度動画をご覧いただいていればお分かりですね。平成元年に採掘が終了したとき、最後に工場をしていた場所がここなんだそうです。もちろんそういう場所はいっぱいあるわけですけれど、もともとはですね、どっか別のところにも穴が開いていたそうでして、今ちょうどこの真下にいるんだそうですが、光が差していた、そんな時代もあったようですよ。ここは人もトロッコも歩いたりね、あのトロッコがガラガラ通るらしいんですけども、あの基本的にトロッコ優先でして、トンネルの脇にはこういう風に待避場というものが設けられていたようです。あそこに解説があったんですけど、それによればなんか鉱山なんとか法とかいうやつで、あそこにそういう一定間隔で待避場を設けなければいけない。まあそれはそうですよね。いきなりこう前から来てとか言ってる間にぶつかったりとかする可能性も泣きにしてもあらずですから。そんで外に出てきました。腕時計とかビデオカメラとか一斉に曇りました。温度はね、8度ぐらいしかなかったようです。これが縦坑か。あー、エレベーターの構造もしっかり残ってる。この下は多分もう埋められちゃってるんでしょうけど、コンクリートで蓋をした跡がはっきりと分かりますね。機械工場もあります。この機関車を今充電中って感じですかね。これの上に乗っけてぐるっと回してあっちへ出して構
坊堂の中に差し込んだ、そういうことでしょう。明治時代に佐禄王山は宮内庁のものになったらしく、菊のマーク、その後は払い下げられ、そろそろ出てくると思うんですが、三菱のマークがついています。窓のガラスにも盗難防止のため三菱のマーク、とっても面白かった。わざわざ来る価値のある場所だと思います。この割れているところの一番下の部分には歩いていくことができるそうで、今回は時間の都合で行けないんですが、そこから当時掘っていたその真下の様子を見ることができます。おお、これさっきのところか。さっきここから位置エネルギーでどうこうとか言ったところですけど、ここに持ってきたものをガラッと裏返して、ここの下にザラザラザラッと落として、なんかレールみたいなものもね見えますけども、多分そこから下を見下ろせば、さっき私が下を通った道が見えるはずです。うん、見える。なるほどね。真下の構造がちょっとだけ見えますね。あの中までガラガラガラッと落としながら石を砕いていたというわけでしょう。さっきあの下に見える道を歩いて登ってきたのです。そこには各坑道からのトロッコが次々やってきて、いろんな方向へ線路も敷いてありました。まあ、まるで東北本線と奥羽本線が両方集まり、そして青函連絡線に続く青森駅みたいな感じで、ちょっと面白かったですね。佐渡島はいろんな路線バスの系統がありますんで、なんかね、行きもバスに乗ってくることできたみたいなんですよね。まあ、歩きながら来て見ることができて、それ十分面白かったんで良かったんですけど、楽をしたい方はよーく調べればうまい乗り継ぎがあるかもしれません。帰りは早かった。さっき見たレンガの煙突はこれですが、この相川からまだ9時台ですけれど、もう本土に戻ります。次のバスは両津港行きではなく小木行きのバスです。さて10時になりました。バスの出発時刻は10時10分。待合室には誰もいません。ちょっと待ってる間に再生数の確認。昨日出した動画は64,000回ですから、今日の予算は8,400円ということになります。やっぱり昨日までと比べるとな、8400円って2300円も減っちゃいましたからね。さすがに今回の佐渡のやつはちょっとまだ私には荷が重かったかな。宿泊代を考えると今日はあと2800円ほどは使うことができます。昨日新潟駅でバスの乗り換え時間に買ったおにぎり、ちょっと変形しちゃってますけども、ペラペラになってるんですが、具材が、鮭とイクラ、なかなかいいものですね。新潟米と書いてありました。165円、それにして安いね。バスで1時間20分、佐渡の南側小木港に来ました。向こうに停まっております、あの高速フェリーで、直江津へ向かいます。大きなターミナルです。なんか食べていきたいけど、そんなゆっくりしている時間はありませんし、お金もありません。佐渡金山すごい面白くて、全然ここへ来たことは後悔してないんですけど、直江津から先の交通もまたちょっといろいろあってお金がかかりますんで、いやちょっとね調子に乗りすぎた感はあります。小木の名物はたらい船、時間があれば俺もやってみたかったけど、ほんのすぐ近くでやってるんですよね。だから船から見えるのかもしれません。佐渡汽船のもう一つの航路、直江津航路は1日に2本のみです。もともとこの航路も廃止をされるんじゃないかとずっと話があったんですが、北陸新幹線の開業によって新潟県上越地方が活性化する、でその観光コースの中に佐渡島もぜひ組み込もうということで、このカーフェリー茜が新造され、今後も長い間運行が続けられる見通しです。一方で昨晩も話した通り、3つあるうちの1つ赤泊寺泊間の航路は今年の5月に廃止となってしまいました。やってるやってる名物のたらい船、このぐらいの距離で移しておきましょうか。ちょうど向こう向いてるから大丈夫だ。いやー初めて見た。あれを見ると昔の大阪行き急行北国号何回か乗りましたけど、それを思い出すんですが、視聴者の方ではあんまり北国って言っても皆さん通じないかなと思いますので、こんぐらいにしておきます。佐渡おけさっていう民謡ありますね、大変有名です。はー佐渡へー、これしかわからない。
この辺り周辺の入り江の構造が複雑すぎて通常の船では入っていけないので、漁にタライ船を使うんだそうです。現在でもタライ船は現役で使用されています。相当大人数とかで乗っても大丈夫なように、特に観光船のものは頑丈に作られているようです。おお、さすが最近作った新型船だ。勢いよく港を離れます。こんなに素早く出てしまうなんて。乗り込んできた橋を操作する係の人がお辞儀をして見送ってくれました。ウィキペディアを見たら、あのタライ船には時刻が設定されていて、ウィキペディアを見たら、小木のタライ船には時刻表が設定されていて、それが全国版の鉄道時刻表にも掲載されており、時刻表に乗る最小の乗り物だということが書いてありました。私そんなの見た記憶ないんで、あ、でもなんか乗ってたな、そういえば。あの毎時何分発みたいな書き方だったと思いますけど、言われてみればなんかあったような気がすんな。結構スムーズに動くんですね。あ、焦がせてもらってる。モーターボートも来てるな。え、あんなのが脇を来ても割と平気なんですね。いやいやいや、結構揺れてるな。ただね、昨日の11時に、猿ヶ島に上陸して、午前9時30分には観光が全部終わったわけですが、あのそんなにね、短い時間しか、観光していなかったとは思えないほど充実した上陸になりました。船内に食堂はありませんが、売店はあるので、カップラーメンとあとはいなり寿司かなんかを食べることにします。小木から直江津までは1時間半。やっぱり急行料金を取られるだけのことはあります。早かった。直江津港に到着、本土へ戻ってきました。スクリーンもものすごい勢いでバシャバシャやっております。見ていてちょっと怖くなるぐらいです。ものすごい水しぶきです。おお、何か見えるな。直江津からは妙高山の麓を通り、長野へ向かうことになっています。なるほど、こういう総統船だったんですね。これは水の抵抗少なく、スイスイ進むこともできるはずです。じゃあこの動画はここら辺までにさせていただきます。最後バスで直江津駅に着いたら、次はまた本土編というか、別にあの離島編とかにするつもりもないんですけども、引き続きお楽しみください。ありがとうございました。